皆さんこんにちは、デンゾーラボレッスンコーナーです。今回は腹式呼吸についてです。腹式呼吸のコツは、まず鼻から息を吸います。そして口から吐く、鼻から吸って口から吐く。その際に肩が上がらないように気をつけてください。しっかり肺ではなくてお腹を意識してください。ちょっとやってみます。鼻から吸って口から吐く、鼻から吸って口から吐く。この時もちょっと私早めにやってるんですが、お家でやるときはゆっくりやってみてください。ちょっとアップにしてみます。はい、お腹に手を当てて鼻から吸います。そしてしっかり吐く、鼻から吸って口から吐く。その際にお腹に小さな風船をイメージしてやってみてください。鼻から吸います。膨らみましたか？吐きます。しぼめます。その時にしっかり息を吐き切ってください。ちょっとお腹プル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 ってなるかもしれないんですが、それくらい動かすとお腹がしっかり動いてるよっていうことなので、しっかり吸って吐く、吸って吐く。はい、いかがだったでしょうか。最初はちょっとやりにくいなとかできないなって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、毎日少しずつやっていくとできるようになりますので、頑張って練習してください。それでは次回もお楽しみに。